ブルドッグ中期中のブルドッグマークイーア k 1 0 8 5機ブルドッグはイギリスのブリストル社が開発しイギリス空軍などで運用された複用戦闘機第一次世界大戦と第二次世界大戦の間に収益したイギリス製航空機のうちで最も有名な機体の一つであるイギリス本国以外でもオーストラリア、フィンランド、スウェーデン等に輸出された一部の国では 第二次世界大戦開戦時においても部隊配属されていた。ブルドックは1926年にイギリス空軍から出された短座戦闘機の使用に従って開発された機体で、初飛行は1927年5月に行った。全般的に優れた機体だったが、整備が容易である点が特に評価されて1928年から量産が開始された。 1930年代の初期のイギリス空軍においては、本機は主力戦闘機として多くの部隊に配属された。約440機が生産されたが、1937年にハリケーンと交代し、イギリス空軍からは退役した。ブルドックはまた多くの国に輸出された。本機を運用した主な国は、オーストラリア、フィンランド、スウェーデン、ラトビアである。 このうち、フィンランドにおいては、すでに旧式機となっていながら、対ソ連軍の戦闘に使用され、I-16 や SB-2M-100、M 相手に戦果を上げることもあった。また、日本でも、中島飛行機が本機を2機購入し、新型艦上戦闘機開発のための参考資料として利用した。その後の1930年、中島は、 開発が難航していた NC 型戦闘機の代替として陸軍向けにブルドッグの国産化を計画し翼などの一部設計を変更した中島式ブルドッグ戦闘機2機を試験的にライセンス生産したが国産部品の強度が不足していたことや NC の開発が進展したことなどから審査に至らず終わった。残された試作機は 1932年頃に海軍に建納されて研究機材として用いられたブルドッグマーク33メンズ。ありがとうございます。